山宏のピカイチラジオ。はい、金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。こんばんは山宏です。アンディーズ中川です。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。はい。よろしくお願いします。お願いします。どうぞします。どうぞ。今週こちらこそ本当に見てございました。本当ね。お忙しい。あの言いましたよね。何を？春ぐらいにも一発言って。そうよ。あの前回だからスッチーがえっとスリランカスリランカ映画祭の方に行った時に。 ピンチしたで同居人のタチンが加えてあの時はやけになんかいや緊張っていうはないけどなんかどうでした？あの時はねいやた確かに緊張しましたよほんまにあのピカイチラジオでのやっぱりスッチの貢献度っていうのはもうこう風の噂でやっぱり聞くんで風の噂かいな聞いてたんちゃう聞いてないです風の噂聞けよいやすね聞いてないですってたまにねほんまにほんまにやることなくて ラジコであの、はあ、携帯で聞くときあるんですよ。はあ、ほんまにやることがない。いよいよとの時。猫のが。んでそれ聞いててあすごいねやっぱりちゃんとしっかり。うんうん 2分おきに笑いは取っていくねっていうそのプレッシャーが前回そですれ自分でハードル上げていかんでええやんけ別に何やねんないやそれはあるじゃないですか雰囲気やるじゃないですか雰囲気違うそれは毎週やってるからそういう感じでどんなに芸歴があってもポンときてそれ意識したらやっぱなかなか難しいもん確かにそうですけどなんか よそもんが来たみたいなそのままで何年付きよ何然。なやったらすっちーよりもたッちの方が長いも僕付き合で。確かにそれは長いですよね。でもまああれから変わりましたね。やっぱりやっぱりそ不利になって。人間的にもいろいろ変わってるちょっと待ってちょっとでどこでメタなこと言思うんですよ。多分変わってると思うんですよ。はい。何やねよそこ。それ。追随すんなって。やっぱり領収書ガンガン取る人間になってしまったでしょ。まあ、な千五百円の領収書取るよ。それは。昔は僕はサラリーマン時はその取れへんかったでしょ。意味ないも取った 役員だそんな話ね別に俺ンロールにどうでもいいやだからまあその11月以来のあの時にこの剣道従来を棄して春ぐらいまた機会があったらとタイミングですねそうですよね今回はだから沖縄映画祭やっぱり映画祭そうです結局映画絡みです映画絡みどんどん映画で行けとやっぱ引っ張りたくなりです彼はね。 大きな吉本の案件は必ず入ってますなるほど。ばっかりなったらええのにっていう吉本のでっかいイベントいっぱいあったら多分これレギュラーでは出てこれなくなるそうなんですそうなった時に果たして俺かってなったらちょっと具合悪いですよねっていうかさ具合ええやんそこで。いや僕ねこれ思ったんですよ。定期的に出たら 多分ほ半年に1回もしくは年に3回そんなことやからちょっと面白いんじゃない鼻を鳴らすなんてだから言いながらやめとけっつうのなちょっと思うていけどいやもうそんなねだからそれ自分で汗をはめたりハードルを上げることなくやめましょう前向きにはいええそれは言ってくださいよ分かりましたじゃあえっとこれ毎週恒例なんですけども 前にサンドイッチが今日もランちゃんが用意してくれてますだからいつものように今日スッチの代わりですからそのうちの好きなのを選んで食べて感想を言うっていう何それサンドイッチいつもいつもな新喜劇終わって帰ってきてもうドタバタやこれやっとギリギリ間に合うぐらいねそれドタバタな人間にすることでしょ僕ドタバタでもなかったんです今日一日何してたん今日朝から何してたん あれ、舞台帰りじゃないんですか。はい、大日<こ>のいよいよ、朝、<laughs> 昼間、昼間。子供の三冠日行って。<laughs> <laughs> パパやることないね、言うて。大日 <laughs> のイオンに。買い物に行って。<で>ってほんで。とぼとぼと。<laughs> 中崎町から歩いてきましただいぶあるね時間かけてきたんです梅田で降りたら早よ着きます七時ね、二十分ぐらい中崎町着いて時間言うな7時二十分でもだいぶあるからこれどうしようかってなった時に早よ行ったらなんかこいつめっちゃテンション上がってるやんと思われて嫌やなと思ったからちょっと際まで来てでいつもやったらカードないんであの警備の方にスッと通らす してもらえないじゃないですか。はい,はい。まあ、めっちゃ時間かかって、でも、そんな時間かかっても、全然怒りませんでしたんえ、それ、なに、受付で。受付で時間かかるの。かかります。はどちらの所属の名前をお書きください,い。どこ行かありますかい,<笑><笑>いや、もう、そんなんな。はい、スッチーのピンチしたで、来てもうてんねんから、ちゃんと受付まで、誰かがアテンドに行くとか。いや、そういう、<え>そんなん、全然いらないです。いらんの。はい。恥ずかしいです。恥ずかしい。<laughs> もう自分ですると、でもそういうことは国でもなんでも全然ね。これほんまに食べる。何と何があるか。これ今日はね、このハム玉サンドと、カツ玉卵サンドです。ああ、あ、二種類があんね。はい。ん。こう、僕。食べましょうかどっち食べんの?。ハム。たまサンド。ハム玉サンド。はい。どう、いかしてもらいます。はい。え、こんなコーナーありました?。 あの、はい、まずパンを食べ。はい、なんか、じゃ、そのうちの何を取った今。ハム、ハムと卵。はい、行きます。ちょうど三角形の。そうそすね、サンドイッチ。ちょっと説明しておいた。三角形、大体三角形。じゃ、いただきます、皆さんどう、感想。あ、結構でも。いや、ハムの弾力が良くて。 卵の。<laughs> 卵と二つ入ってるやんか。両方ね。どんな感じ、うん。ハムがね、ちょっと前半の方に来て。来てうん、後半、やっぱり。サンドイッチあるあるじゃないですけど。うん、具がない,い <laughs> 最後の方パンだけ、ね。まあね。うん、そう、シャーダイは。そんなまんべんなく塗ってないからね。はい、あでも。意外と美味しいです、ね。美味しいです。今、はい、よそんな本番入ってから食べるな。 <laughs> マジかこれほらもうそういうことですってほらもう、ね、聞いてないからいつもど、ね、んなな大体大体いつもほれあの。 なんかあったら聞いといいてもらわんといいつ来るかわからないんだかかかららいいやいつ来るわかかでもこれ僕って限らないじゃないですかもしかしたら吉田豊が来る可能性もあるじゃないですか代わりになん吉田君忙しがってんだい <laughs> もうリアルやわそれ <laughs> 多分あいつも一緒に沖縄入ってると思うんです <laughs> ごめんね。 やめてください。すいません。ほんまいじり倒すね。いやまああの今日はランディーズの中川くんをお招きしてですね、三人でにぎにぎしくやっていきたいと思いますが、あのね昨日ねチチンプイプイに佐藤浩一さん気張ったんですよ。かっこいい人。めめっちゃ渋いですよね。かっこいい自分。好きなんですか。いや大好き。っていうかな。 みんな好きよこの人。いやそりゃそうですよ。イケメン好きなんですか。いやもう大好きで。イケメンめっちゃ弱い。大好き。あの前西島秀俊さんが来た時ももう単独インタビューで誰が行くだっぺって手挙げて。東京まで。東京まで。でも後輩の方も行きたがらないですか。そんなものは。 怖いですよね。私が手を挙げれば。そうですよね。みんな引っ込めなしゃあない。噂は聞いてます。内情その。女なかなか上下関係厳しいですね。イケメンやったら、私が言っておきます。西島秀俊も。一時マイブーム。いや、いや、いや、今でも女性のファン多いですよね。好きは好きでしょ。それはそれ、いいじゃない。ですかっこいいです。もちろん。それやったら、西島秀俊さんを。もうプッシュ、プッシュで行きゃええのに。もう昨日。 佐藤光一さんが来た瞬間にもうメロメロなってる要はあるパターンです中年女性の一番ようあるパターン中年っていやほんまあるんですよあの子意外とええ子やったやみたいな実はそんなことなかったけど終わたら実際好きよあの子やっぱ好きよってなるんですそういうパターンですよもう一瞬にして佐藤光一さんになんどうですかって本番中振ったんですよぷいぷいの じゃあなんて言ったんだろうありがとうございますはういう答えなんて言うんですかね距離五十センチぐらいのところに座らせていただいてありがとうございますそういう意味あったんですその括弧の部分が分かんなかった <laughs> なるほどね。こんな幸せな時間はありがとうございますそれ確かに佐藤こ池さんってすごいこう魅力的じゃないですか、はい、もうほんまそうやなけどこうはどういうところがやっぱり素敵なんですか、うん、いやもう見た瞬間それもやっぱ顔ですか顔あの 醸し出してる、もうなんつやの、オーラというかさ。ああ、なるほど。ちょっとやっぱ、すごい。何やろ骨組み。骨組み。骨格から、もなんかシュッとしてますよね。でも、それ、なんかイメージ先行してません?。いやいや、実際、横で見て、細いんですよ。そうやね。うん、せいすら、あったかかった。細いんがや。細いな、たやっぱ、太ったあかんわ。シュッだってな、僕が最初、正しいにった時って。 あれだってレギュラー一緒にやってるんで、そうそうそう。15年近く15年前ぐらいですね。そうやろ。は僕体重、体重70キロぐらいの時、73キロぐらいです。せやんか。はい。92キロありますね。20キロちゃうね。20キロちゃいます。だからもうはい。これこんな人間ってな、ハゲとかな、そんなんはしょうがないんや。まあ確かにそしたらです。そうやろ。もう抗えないわけよ。はい。ね。はい。でもその 体重とか体格は自分でキープしようと思ったらできるやん。はい。佐藤浩市さん五十五歳やん。んで僕よりも学年一個お兄ちゃんやね。お兄ちゃん。嫌、うん、になってくる、ね。ほんまですよ。だって今日だ昨日なんかでもあの二人でパッとね画面に収まったら刺身の妻やこっち。<laughs> <laughs> <laughs> ほんまにえいど世代の人がそんだけもうやっぱり。 苦労してると思うよ。努力確かにね。努力はしてると思いますよ。でも果たして100人が100人、佐藤康一さんがええかってそんなことないし。これまたそんな話になってくるやろ。そんなことじゃないねんって。山本そんなことも好きやってる人はおると思いますね。大きなありがとう。そういうことじゃなくて、そこはやっぱり同じ芸人として佐藤康一さんも。 まあ、役者さんでしょ、はい、あなたもだって役がくるかもしれないや,い,やというかもう新喜劇出てる以上役者やでも新喜劇出た時に佐藤浩志さんのあのかっこよさはめっちゃ邪魔やと思いますよ、うん、もう果たして2 0キロ痩せて舞台に出た時に俺面白いこと言える方言える自信ないです <laughs> なるほどそこは求められてないんやないんですだからやっぱり太ることによって体もでかくなるほな、うんうん、やっぱこの喉のこう なんか脂肪、うん、脂肪もいっぱいつく蓄えてほならもええ声も出えへんガスガスや、うん、ちょっとおもろい感じの声出すあそうはその声だったらそうですよねそ,そのいい声ちょっとその感じでええ声加藤さん言うとるやんこれ <laughs> もう加藤さん言うた時点でもうこの声になってしまいますからもう、まあ、最近分からへんでしょどっちがもう今,う、ね、今中川ですよ今の中川さんでしょ加藤これですよあんま変わへんそうあんま変われへん <laughs>

その当時特一君とかチュートリアルのあとこいちゃんや小井ちゃんと特はい大体三人でそうですねもうコンパとかも多かったんちゃういやもう知らんけどいや知ってます僕はや知ってるでしょはいもうさしては自分のことやるしか当たり前やないか特一とすっちゃんとこいちゃんとはもうよういきましたいったやろはい。 でもいつもスッチーだけがはみ,はみ出していってよう言うてるよそのスッチーがめっちゃ怒ってたんですよ昔そうやろ、はい、自分だけモテへんねーはい当時はね当時ははい。でもやっぱ得意とすっちゃん得意と恋ちゃんと3人はまあそこそここう人気はあって、うん、でもだんだん僕がスッチーの方に行き <laughs> 多分あいつも安心したんでしょうね <laughs>、はあ 最終的にはもうほんまコンパ行って中川すっちのコンビは散々女子に文句言うて悪態ついて変な噂が流れたんですそうなんやその辺からかフェしたらただただ言うときますよそっからやっぱり今もうすっちとなればすごい人気ですからだからやっぱ女性もやっぱりすごいですよあそうはい僕やっぱりその遊ぶ遊ばないと知らないですよただもう舞台を見に来る女性 の層がやっぱ変わりました。前に座ってる綺麗な方、出待ちの方、今までスッチに来るような女性じゃなかった。パリパリ綺麗ですもん。ってことは今彼はモテキに入って。だいぶのモテキですよ。そんな言わないでしょ。全然言わない。だからねそこなんですよ。そこ何がそこない。そこがどうなんですか。小汚いというかね。 こぎたないところね。こぎないの。あいつもねイメージをなんかこう大事にしてきてますよね今。うん<ー>。そんな彼じゃなかった。<laughs> <laughs> あつクロウタイプじゃなかった。そう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 。 でも実際はすごいいやいやもう,じゃもう今モテますよやっぱ子供はやっぱ大好きじゃないですかはいで小さい子供のお母さんって言ったらもう30代前半ですよ。はあ、じゃあ親子でスッチそうですそうですほらもう子供がすが、ね、見てたらやっぱり親も見るじゃないですかスッチはおもろいじゃないですか。 30代前半のお母さん方は、うん、もう全部すっちすっちもうしゃあなしでついていくお父さん方は、うん、その嫁さんが好きやっていう人間を快く見ないじゃないですか逆にほら誰好きやってその横で出るじじいとかが好きになってくるから全部男はもう全部僕ですよいやんかそれで人気が出てんねんから <laughs> 飲んだくれですよ飲んだくれのおっさんとか黒門一番で絡まれたことないでしょ ないよもう嫌なんですよ黒もで絡まれんの絡まれてもい家近所ですよめっちゃ絡まれるんですからクミネコ一回捕まれたことあります応援してるぞ言ってびっくりしていやほんまそんなんなんですからそうかじゃだからさ夢をもう一度はないですけどほんまにモテキってすごかったやろすごかったですすごかったと思うわあの時はねほんまに ちょっと言えないことですけどいや,いやいや言うてもらんとラジオやほらこれ <laughs> そうですね <laughs>、はあ、いやほんまに、はあ、それこそもう簡単に言えばね、うん、その舞台終わって百メーター向こうの劇場からですよ百メーター離れたところの打ち上げ会場にタクシーで移動してとかな、うんでなんでだから出待ちが多くてはぁ、あ、ごっちゃごちゃなるから、うん、NGK の中にタクシーを入れてはぁ、あうん そこに乗り込みでもうち上げ会場わ分からないからナンバーをぐる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 回ってで NGK から1 0 0ーぐらいの居酒屋さんに結果的にははいて、くとそんなのがもうまあ回でしょずっとでしょアイドルやねアイドルですだからもうずっとついてくる家帰るのも出待ちすごいですから自転車置いてるところも知ってるからみんながこう待ってるはあ で順番にこうね喋る。うん、その中にやっぱ可愛い子もいるわけじゃないですか。うん、ちっちゃい声でその電話番号とか言って出てちょっとわからんように手紙に書いてとかて言ってようやってましたね<ー>。まあ独身の頃ってはね。はい、みんなそうやってはい。独身の頃ね。あそあそう昔はね昔はねね。それは普通ゃそういうもんもないとないもうそれはもう毎日 違う女性と連絡してたぐらいの。夢ちゃうか。という夢を見てた。あれはまさまさまさの方です。はいまさです。わあすごいな素晴らしい。だからもうその女性とのバッティングもありましたよ。もうえどんなどんな。矢口さんじゃないですけどありましたよ。家帰ったら二人座って全然知らん顔で。家ないま言ったら二人座って座ってましたよ。ま。 彼女に鍵を渡すじゃないですか、うんで <laughs>、ね、まあ言うたらステディーな、はい、そうですそうですちゃんとまさか来るとは思わない来る時はもう絶対連絡来ると思うじゃないですかうん、うん、その頃はもうポストに鍵入れてて、うんでもそのポストの鍵の番号分かりゃ入れるわけじゃないですか、うん、ほん両方こうバッと入って、うん、家帰ってきたらもうえらい顔でこっち向いとるんですよ <laughs> うわ 怖かったそれはもう一番ちょっともうあと7時ぐらいにピンポンピンポンっつってガシャ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 ドア開けられた7時って夜の7時朝朝、はい、起きろ起きろっつって横の女性叩いて「トイレ行けトイレ行け」っつって言ったらもう覚えてます。<laughs> <laughs> お尋ねになってきた方が本命うーんでしょうね。<laughs> オートロックのはずやったんですよーオートロックのはずは玄関の鎖がガシャンガシャンってなったんですよ。ガシャンってほんのもう3 0ンチぐらい2 0ンチぐらいですかねこの隙間から「こらー!」っつってもう <laughs> ほんでもうそれでも開けたあかんっていう。 あるから絶対開けんと「言て「あ思い出してきたシほんで女性「ああ」って言うて「ちょっとあげろっつってずっと開けへんかってほんならもうなんかそのちょっと隙間から自分が持ってる化粧品とかボン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 掘ってきましたね外から外から中へ取って取って言うてあれは一番怖かったですねはあ。 ようそんなんあれやねその後と買いくぐったね買いくぐりましたほんでも諦めて買えるのそういう時はあのね家にはあのわがたがたいで一回鎖ししあの開けるのに一回シメントダメじゃないですか、うん、でバパッって開けて、うん、ですぐ入れんとそのままコンビニ走りました二人で <laughs> とりあえずコンビニ行こうっつってほん、はあ、で女性が中で家でおる時に、うん これどうするやろうってずっと思って、ほんならもう。十五分ぐらいして帰ってきたら、もうおらなかったです。もう帰ってた、ね。なるほどね。すごいなー。武勇伝。武勇伝やね。ブユーデンもう今となって、それは武勇伝やから。武勇伝ですよ。<laughs> <laughs> 言うてるやつは武勇伝やつで。<laughs> いやいや、ありましたそんな、まあ、ま、でもね。恨まれたことはないです。あ、そう。はい、これはほんまに。 そういうい何回か悪いことした女性も「ああ、うん、あの時そうだったよな」とかって言われましたもんうんそう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 ええやんか、はい、だから恨まれてないんやから人徳ですよこれは恨まれてるやつもいましたけどねその当時はやっぱりあ他の人はねすっちもよう電話かけてきましたよ「困っとんねん」っつって、うん、当時ね <laughs>、うんはい、けど どうなったか、わからないですけど、そんな話しないでしょそう、全然、俺は全然持てませんでしたから。ばっかり言ってます。ばっかりでも。ああ、もうそこ、ちょっと騙され、そこもっと突っついた方がいいですよ。あ、そうなん。はい。来週、そう、つ、つ、ボロ出てくると思いますけどね。ええ。ボロ言うだって、昔の話やから。そうなんですよ。そうですよ。全然いいでしょい、全然いいんですよ。全然いいのに、彼隠す時あるから。 そこつ掴んだんですよみんな優しいですみんな優しいスッチーにはスッチーには優しすぎる <laughs> どういうことなんそれスッチー怒った怖いんちゃうかっていうね、うん だからつっつけんでしょいやスッチがないって言うから自分で俺ないっつったら、うん、信じますあったもんほらえっつつくやん <laughs> そのつっつきをスッチにもやって,るって昔知ってるから昔ビッキーズの頃のスッチってあんま知らんもん僕 <laughs> あそっかそっかたまにしかなんであの時レギュラーあいつらもあったじゃないですかいやビッキーズは短かったほその後ランディーズは長かった なるほど、そうですわ。思い出した。思い出したわ。もうぐちゃぐちゃって、じゃあ、過去の記憶が。ええ、イメージは一つもないですからね。昔、そうです。あの、見た目がええだけであって、もう全然。で、嫁さんに言われますや。んでも、あの頃に戻ったら、今、何すりゃ分からへんから。ちょうど、それで、ええんちゃうか。あ。そうやな。そうです。これ、今、格好になったら、多分、絶対遊びますよ。そうやね。だから、若い時に、そうやって遊んでる人は、落ち着くやんか。 めちゃめちゃ落ち着きます。それでいいね。今えらいもんですごい落ち着いてます。落ち着いての。休みの日イオンですもんね。そ来日のな。来日のイオン。だからやっぱりあんまり男前なら方がいいんですよ。逆に。でも皆さん今髪の毛めっちゃふさふさなったら多分。めっちゃもてますよ。そのぐらいなんで商売上がったりやがな。そんなことないですよ。もうしゃべりできません。頭取ったらもうあかんもう。 自分のセールスポイントを失われるもん <laughs> ちょっと待ってその芸人みたいなこと言わんとってくださいよ <laughs> 芸人やったらハゲておもろいけど<ー>アナウンサーハゲって一番いっちまうせえそのジャニーズがおもろいくてっていうのもちょっとやっぱり芸人サイドはちょっと嫌じゃないですか、うん、かっこよくておもろいって、うんうん、アナウンサー喋れてハゲてってやめてくださいよどういうことやん,なんでなんでダメ出されながらこんなところでみんな必死でやってんねんちょっとこっちサイド入ってきてますやんいやもう,、はい、もう入らざるをえんってだから。 いやもうまこれもう山田さんも新喜劇出たらほんま新喜劇出たいわ、うん、一之助さんと喧嘩になりますよ <laughs> ほんま喧嘩になりますよバチバチの <laughs> そやな新喜劇にハゲは二人いらんぞ <laughs> わしが先やわしが先や絶対言われますよそやなでもつけて撮ったことないでしょって言って言そこそこや。 もうつけれないですからね。上げ分かってるか。上げ分かってるか。あんな話しとんねんだ。え、だいぶ落ち着いてきました。馴染んでいただけました。いや、勘違いしました。本当本当だよ。大丈夫。もうそんだけパンも食べて水も飲んだら。水もなくなりそうです。水なくなった。なんちゃんどでまた一本の水入れてだっても大丈夫。デブ扱い先取ってください。だって十一月発った時も今日も半袖 T シャツですもん。ほんまや。季節感がないわ。 よく言われます。<laughs> そて、はい、いうかそれ以上来たら暑いんです多分。です <laughs> でスッチーにもよく言われます。<laughs> うん、あんたの横取ったら、うん、クーラーガンガンにかけるから嫌いやって。あ,<ー>あの人サブリなんですようんうそんな人たちがよく一緒に長いこと住んで張りますね。ね ほんまよっぽどうまうんやと思うよまあそうでしょでもあんまり喋らないですからねああ逆に逆に逆にもう空気みたいな空気ほんまに空気みたいな存在結婚前からやからねはい入れ違いが多いですからあの人忙しいし帰ってくる言うなっちゅうだからだから仕事来たらええやんあ人もいや呼んでくださいだから半年に1回があかんのちゃいますあ俺思いますわあっおう大さんやっと前向きにしてる 一回があかのちゃいます。2ヶ月に一回攻めて、どうですかだって、そうやな。半年に一回とかやったら、じゃやっぱりそれブランクになるやんか。そうなんですよ。俺、で調子悪いんですよ。やっぱそうなになったら。半年一回調子悪い。そうなんですよ。いろんなこと考えてます。この半年何あったんやろ。ペカシライ何があったかなとかって考えてしまう猶予ができるじゃないですか。それが多分僕にとってはダメなんですよ。わかりました。じゃあ、スッチにはちょっと定期的に休んでもらって、じゃあ 三ヶ月。確かにスッチ折ったら僕もちょっと遠慮しますんでね。うん。いない時がいいでしょできれば。できれば。<laughs> じゃあその調子で。ではい。よろ,えー、よろしくお願いします。番組最後までよろしくお願いいたします。 では思い出していただくために各コーナーご紹介いたします,、はいすね、怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています、うん、そして山本社交クラブ皆さんの、はい 困った話あの覚えてますかこういうコーナー,ーこれ,これ僕はこれ一番好きですよす、ねはい、朝7時からドアがガチャガチャ言った話、はい、いいですねそ話はお待ちしておりますそしてこれが新しいですよピカイチ価値観調査これどうやねんというコーナーがありますこれ初めてでしょはいこれ初めてですねはい皆さんがこれどうやねんと思うことを私たちがここに用意されたこの ABC のグダーナのためにあるかというと、うんうん、自分はどれかを挙げていただこうと人それぞれですからねそうですね コーナーでございます、うん、あのす鍋焼きうどんの卵は最初に食べるか最後に食べるかみたいな話です,かわ <laughs> ですメッセージをご紹介した方には、はい、何でも映せる黒い手鏡をあこれ、ね、はいプレゼントいたします宛先はメールの方は山アット <laughs> マーク mbs1179.com yama.mbs1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式ツイッターアットマーク山1179そして公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております怒りの投稿町中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで、現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した、腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。兵庫県笹山市のコロコロコロッケさんが見つけたモンスターです。はいちごの季節です。いちごの安売りをしているコーナーで、 いちごのパックの隙間から、クンクン匂いを嗅いでいるおばあちゃんがいました。<laughs> 匂いを嗅いで首をかしげて、元の場所にそっとパックを戻しました。<laughs> まあ、安かったので、痛みかけた匂いがしたのかもしれません。その光景を目撃した私も変えませんでした。そういえば、亡くなった祖母が祖父の腹巻きをクンクン嗅いで、もう洗濯とか、まだ着られると匂いで仕分けをしていたのを思い出しました。あ そんな匂いって違うんですかね、いちごの。いちごはちょっととわかりますね。まあ見た目でわかりますけどね。いいちょっと色とか痛みという感じとか、いちご早いもんね。はい。いやでも匂いってそこまで分からへんでしょう。ね、それをでも置いとくお店もお店じゃないですか。ね、うん。あ、痛んでたらね。ああ<ー>。はい、もうちょっとこれは、はい、痛みかけいうやつ。 お分からんわ、そんな匂い、かもし嗅いだとしても。いちごですか。ちょっと、なんやろう。酸っぱいじゃない、ちょっと匂い変わります。そう。はい。え、な、古川さんも匂い。いや、いや、いや、見たらわかります。見たらわかる。見たらわかる。でも、人が匂い嗅いで戻したやつ、買えますかっていうことですね。絶対嫌やわ。匂い嗅いだだけですよ。別に。でもね、こう、匂い嗅ぐ人って、嫌じゃないですか。うち、お店にね。来るお客さんでね。 毎回よよるんです常連さんですよ常連んのに毎回匂いうやつおるんですよ。何を匂うねんのカシミ焼きを。いやいや、一緒やからさ、い焼いてしまう。そうなんですよ。ほんならこっちからしたら、おい、毎回一緒のもの出してんのに、ちょっと不安になってんのちゃうって、匂いかかれるってめっちゃ嫌じゃないですか。それは何食べる前にそうですよ、食べる前に。いかってこれ食べられるかかっでそれ、初めての人でいいですよ。何回も来る人ですよ。常連でしょ。 で、で、これ食べるんですよ。いや、俺なんかしてると思われてんのかなって思うし。思うよね。で,よでもその後食べるの普通に。食べます食べます。何も言わへん,ん。何も言わないで。これまた来るんです。そうなんですよ。でまた匂い嗅ぐんですよ。で食べて。はい。ただそれをね、たまたま来た人が横で見てたらどう思うかであそうだな聞いたらええやん、条例やねんから。いや、なんで匂うねんって言えないですやん。え、なんかありましたあいで。いや、あのなんかありましたってよう言わないですよだってなんかしてるんやろ。 なん、<laughs> 俺のことは悪く言っていいですけど<お>カシミヤキのことは悪く言っやですよわな、はいかそれはもうもう一番被害だから何もしてないって言うだ、それ終わりやんか、はい、おもろないぞはいいです生<今>まないぞはやめてください <laughs> <laughs> 営業妨害,営業妨害だからそういう時はグッと引くんじゃなくて声を、ね、な何も出さないんじゃなくて「ナムしてるか!」って言ったらいいやんかいやそうやけいやそんなわけにいかないっすって何かしてんのじゃ。いやなか何もしてへんって <laughs> <laughs> ほんまにいやでもね匂い嗅ぐのって無意識なんですよあれでかね全然悪気ないんですけど私も緊張してるといいんですけど家では結構やってるらしくて何でもんか降った匂い嗅いでからなんかっていう娘によくまた匂い嗅いでるって言われるけど無意識なんですだから怪しんでるとかじゃないんですか 全部一瞬まず鼻からいってそっ<う>からお箸持つんですだからそのかしみやき屋さんのお客さんもルーティーンなんですルーティンですいやルえー、言い方せんとってください <laughs> 何がルーティンそんなとこでルーティーンつくことあかんって <laughs>、ね、それやらんと食べられへんねんたぶんそういうことですいや食べれるもん出しとる例えばいや分かってから <laughs> 俺ルーティーン禁止っ,って書こうじゃあ聞いて聞いて聞いてそのお客さん来ましたでお皿を持ってか、はい、しみやき,き届きましたえっ ま花に近づけてあ今日もエイ匂いそうそうそう。匂いが好きになっちゃいますか？そう思ってんねんや。匂い好きの人って、でこう美味しい犬じゃん。うんうん。そいつは犬の匂いか。分かります？美味しい人の匂いかだって。でめっちゃ吸うじゃないですか。犬はスウスウスウ言うんですよ。小刻みに。そんな匂い。それと一緒なんですよ。悲しいな。じゃ本間それはなんか。 もうしてへんわ。本能でね。食べたことない。ぜひ行ってください。俺、行ったことないね、ほんまに。そうですか、どうかしょもないですけど。いや、まあ、もう全然いいですけどね。いきますよ。いや、いいっす、いいっすよ。いつも言うね、肉いいだ。いいっすよ、もう、もう、ほんまいいっすわって言うや。ん気使、気使、な、何言やらわからへんから。食べてないぐらいがちょうどいいかもしれない。ほんま。絶対に言たんね。一切。細かくね。犬の嗅ぎ方。で <laughs> 長崎県のずきちゃんさんが見つけたモンスターです去年の4月中年の新人さんが会社に入ってこられたんですが、うん、全く仕事を覚える気がないようです、うん、そんな日が続いてイライラしていたのですが先日仕事中にずっと下打ちをしているんです、えー、わざとかと思うぐらいメトロノームのように 私も今まではいろいろ目をつぶってきましたが我慢ができずすいません下打ちやめてくれませんかと直接本人に言いました、うん、するとえ何がですかあ下打ちごめんごめんと言ってきました<お>私は20代前半で年下ですがごめんごめんって注意されたらごめんなさいでしょう<お>とイラつきが増しました下打ちはまずあかんわな下打ちは、ね、ダメですね なんどんな仕事やろうね。なんでしょうね。ね<え>こう客商売やったら致命商売で。そうです。下うちはね。下打ってしてへんか？してません。うちねほんま接客だけはめちゃめちゃいいです。<laughs> いや接客だけやないやろ <laughs> だからそこつ味味そういうふうに言うから味おいしくないから接客でフォローしてるみたいに言うてるでしょ <laughs> そんな言い方するからな <laughs> うち実はうまいんですよやろそうなんですよい聞いてるってだからだから言うねんなまずいって聞いてたら言えるかいそんなもんだろ <laughs> だからだから,だから味もいいしどうせやんのにうちね接客だけはっていうそりゃあかん。 か接客はちゃんと教育してますとか,かけどもう今そういう人多いですよあの<え>アルバイトのほかのお店行ってても言うてんのに返事もせえへん人ねあ,<ー>あれ何やるなってお水の置き方一つもゴンって置くじゃないですかる、うん、こいつ何考えてんのかなってうそう言うても分からへんでしょ今のって多分ね分からへんと思うね何が悪いのかが分かってないなんですよ あでもこの人中年の新人やから、はい、言うてもまあもう社会経験があるじゃないですかえでも変なプライドあるんでしょうねんあの若い子に文句言われるなんで俺が言われなあかんねんみたいなそうか先輩か年下がみたいなそのテレもあるテレーいうかなんかこうちょっと罰悪いっうのもあるのか、ね、うん年下にそんなそう言われたっていうね まあ、気付けたいです。舌打ちはね、ね癖のもんやからね。そう、俺も無意識。いや、もうちろん、なんでも癖で、しまわすのダメですって。だから、違う違う、だ癖のもんやから、もう、本当に気をつけないと。ういうとね、無意識に出ますよっていうことですよ。うん、匂い嗅ぐのはね、嗅、ね、いといてください。癖のもんですから、ね。<laughs> 高槻市の、ドリンスチシケジーさんが見つけたモンスターです。 最近むっちゃモヤモヤしていることがあります私は中3の女子です実は学校で女子にも男子の一部の人にも腕を触られますなんで私は筋肉があって腕相撲も男子にも普通に勝てます習い事は体操、新体操、水泳、ダンスをしていたくらいです遺伝的には筋肉質なんですがなかなか筋肉が落ちません身長は154センチくらいです 女子の友達はボディビルダーみたいにポーズしてやとまで言います<ー>それに対して何かといじってくるので腹は立ちませんが、うん、触るのはやめてほしいです<ー>付け加えるとお兄ちゃんよりも筋肉はありますどうすれば男子にも女子にも触るのをやめてもらえるでしょうか <laughs> どうでしょうねいや僕はでもそれはみんなあの本当に触りたい と思うぐらいの立派な。立派な筋肉。ええことちゃいます。ええことやんね。いや、そんな筋肉ある女子もおらないですからね。かっこいいですよ。かっこいいですよ。そんなね。あの、だから。リスペクトされてるわけですよ多分好かれてるキャラなんでしょうね。彼女。嫌なもんなんかな。俺だってさ、頭触られたら嫌やけどな。 ですさええや言ったっていやもうしゃあないねその腕には上勝てないからもうちょっとここ頭のこと言うとこかなでもそれは分かりますよ僕で言うとお腹ポンポン触られるのと一緒でしょそうでしょでもお腹ポンポン触れるのちょっと嫌ですね僕も頭ポンポン触られるの嫌よそういうのじゃないかっこいい方そうやで僕らかっこ悪い方をかっこ悪い言うないや僕らかっこ悪い方を触られてるわけじゃないですかこっちはどっちかとっうとかっこいい方を触られてるわけですから俺なんか電車の中で マジっもう「でこ触らせて」って言われてでこからずっと上の触っといて「いや油ついたやん」って逆に「何やねんそれ」とかありましたけどねまあでも年頃になったら余計に触られたままああ嫌かもしれませんそのうち好きな男子が触りに来るかもしれませんよまたそれやで古川さんはその時はもうねドキドキですよ女性の腕もちょっと触りたいと思いません二の腕二の腕。 僕めっちゃ二度で触りたいんですよ。あかんで自分その普通に電車乗っててペッペッとこうあ時間やでそれ二度で。それタチ本前の時は<や>そういうの。そ,その大事な時期や。や <laughs> も大事な時期もクソもないわ。ずっと大事な時期や。<laughs> 人生の中でずっ,ずっと大事や。ずっと大事や。ずっと大事じゃけどな。ただこうなんかこう嫁さんのも触りたくなるんですよ。ここだけ。 なんかタポタポしてるじゃないですかそうそう自分でも気持ちいいで,でも男子はガサついてるんですよ どっちがいたら、その二の腕が。そうです、そうです。女性やっぱつるっとしてるから、そこがもう。ここは、あの日に当たらないか、一番こう守られてるとこなんで。そうですよね。肌綺麗なんです、ここね。今めっちゃ俺古川さんのは触りたい。やめとけって。だめですよ、だめですよ。でも、触れるならば触りたいですもん。今時間止まったら、すぐ触りに行くそこや。止まったら、痛いってな。止まったら、もうすぐそこ触る。ぐらいの。今止まってますよ、私。何も、なも見てませんよ。何の興味もないですもん。もう男っていう時点でもう絶対。え、じゃ、あ嫁さんの。 皆夫でも触んの。触ります。それなんていう奥さんは？はって言われます。ビックサす黙って触る。はって言われるんですよ。いや、それは黙って触るでしょ,う<う>ょ。触らしてっていう言って触ります。で、クちはまだ仲いいんですよ。だからそあの触らしてってで触りますけど。 そうのは第二の二四で一緒に買い物するときにどれ第二のンで嫁半の二ので触らなかったねエスカレーター乗りだからプニプニプニあそうまそんな二の腕を触れたフェチやなフェチフェチやね持ち肌っていうんですか女性のねそれが好きですよねなので触らせてあげましょうそうやいいことですよ多分みんな憧れてるんですねはい ああ、もう、ほら、もう、この音楽がかかっていたら、このコーナー終わりです。えなんでえ、そんな終わり方?。すっごいリアクションですけど、一応、まあ、これはもう藤原君が音楽。そろそろ次、へ他のコーナーもありますからね。この曲が、もう、この先進んで、おもろいと思っ。終われへんっていう。 どきどきしてああこんなもんかっていう、ね、そ,うそうそうそう、そううああ盛り上がりにかけたなて、<laughs> 気にすんなって、盛り上がってるやん、ずっと2分に1回どころ、1分半に1回笑いとってんんで、いや、それないわ、と <laughs> ってるって、ね、気にすんなって、えー、皆さんが街で見かけたモンスター情報、えー、さらにまたお待ちしております。以上街中モンンスターハンターーハでした さあ、えー、今週もお私の好きな、えー、フォークシンガーをかけます<ー>あの春一番コンサートはね毎年ハトリ緑地で <laughs> あのゴールデンウィークに今年は3日間ですけどはい、はい、行われるんですよ<ー>、まあ、今年はもう僕出ないんですけどその「春一番」に出演されるミュージシャンの曲を毎週かけてるんですけれども<ー>、えー、今週はですね豊田裕三さん「大文字」。 山本社交クラブさタチイン始まりましたタチが一番好きな僕はこれですこれでね一番好きですはい途中からお聞きの皆さん今日はスッチのピンチヒッターでダンディーズの中川くんが非常にまああの恋愛経験豊富なそうですねまあいろんな恋愛してきましたいろんな恋愛をですからアドバイスもいただけるというふうにおいますよろしくお願いします。 まずはですねえっと年末にいただいていた東京の19歳のメアリーちゃんからの速報なんですがメアリーちゃんは当時8歳年上の予備校の先生が好きですどうすればいいでしょうというメッセージだったんですが私たちはまずは大学合格しなさいとちゃんと勉強し勉強した後に。 合格祝いしてって先生に言いにいったら、どうですかって。そうですね。言いました。はい、はい。でも,もう今もう。そのメアリーちゃんが四月にどうなったかが来ました。おはい、うん、ありがとう。先日はメールを読んでアドバイスをくださり、ありがとうございました。二つ報告をします。うん、まずは受験合格しました。いやありがとうございます。四月から新生活が始まりやっと落ち着いてきました。うん、そして、先生との。 三月もうどうせ先生に会うこともないので会わずに終わりにしようと思っていました、うん、先生から見たら私なんかお子ちゃまだと思ったしどうアプローチしたらいいのかわからなかったからですでも受験が終わって受験中にお休みしていたピカイチラジオ <laughs> 休んでたんやそれでいいですよピカイチラジオを聞いていると私のメールが読まれている しかも山広さんもスッチーさんも古川さんも応援してくれている、はい、これは行くしかないと思い先生に会える日に勇気を出して会いに行きました<ー>その日はたまたま誰もいなくて先生と二人っきりで教室で2時間お話ししました大チャンスや手紙には感謝の気持ちだけを書いて渡しました先生の授業が大好きでした とうんと、うん、は先生のことがあって書きたかったんですけどそしてわざと軽いノリで連絡先を聞きましたそこから LINE をするようになり何回かご飯にも行きました<う>でもまだそこから先には進んでいません、うん、おはようからお休みまで連絡は取っています、えー、先生は優しいので毎回返してくれます、うん、が恋愛っぽい感じもないしその先には全然進まないので。 私のことをちょっと懐いている生徒だと思っているのかもしれませんなるほどな受験が終わったら次は恋愛ゲームに頭を使っている私です恋って難しいですね大学生になり新しい出会いもたくさんあります、うん、昨日の新刊で優しくしてくれた先輩かっこよかったです <laughs> 今の時期はたくさん恋をしつつ大好きな先生も追い続けたいです古川さんこれでいいですよね <laughs> はい いいです。オッケー。そうです。そういうもんですよね。先生も先生、先輩も先輩。それでいいと思います。同級生も同級生。なやったら年下も年下も年下。なるほどな。だってな、一年間いうでもやっぱいろんなものを封印して勉強してこられて、ねで途中そういう八歳上の先生に淡い気持ちを抱いたけれど、そこはぐっとこらえて合格したわけですから。そうです。 存分に。楽しめはったらいいんちゃいますかね。十九、うん、歳にしかできないことって、いっぱいありますからね。そうです。例えば、どんなことですか。いや、もう、それは。<laughs> パヒュン。パヒュンって入りますけど。<laughs> <laughs> パヒュンはい、えなことは言わせてくださ、ねはい。すみません。えー、れれい,いや、でも、これぐらいの年に、うん、いっぱい恋愛経験していく方が。そうですよ。大人になった時にね。 やっぱりこう撃たれ強になるんですよ。ほなあ、あこの男子とは付き合わんとこうとか、この手の男はダメだとかであるんですよ。よくねあのいろいろと大事に大事にカゴの鳥で無菌培養されてしまうと、これね免疫がなくなってしまうんで、外の世界とね。悪いこともいいこともいろいろ経験して、悪いことはまあちょっとやっぱり考えながらね。 悪いことっていうのは、その、そういう悪いことじゃないですよ。どういう悪いこと。で男と、男を選ぶ失敗。これが悪いことやと。これはあかん。これはいい。男を。見る目を。養う。それでいきましょう。そうか、でも、なんか、ちょっと。なんか、あったんかなって。一瞬ね。そうなんですよ。先生となんかあったんかなその。二時間の空白は、ほんまに、何もなかったんかな、とか、ちょっといろいろ考え。ます二時間の。 話をした後の展開を古川さんが読んでるときにニヤッとしたよ。ミランとって。あのラインでのやり取りとか何回かご飯にも行きましたっていう瞬間にニヤッとしたよ。見てるないやらしい。そこはでもあの先生と生徒の中での。俺先生やっぱりすごいわ。すごいね。そこは一線引くというところはね。はい。 いやいいじゃないですか、<ー>学生生活、<ー>楽しんでくださいよ。本当に本当にこれからね、<う>あっ<ー>たかくなってきてね、<う>夏に向かって19歳、歳 <laughs> 新刊コンパやって新刊コンパですよ。 青春を楽しんでください。何をちょっと昔思い出しましたか今。なんかいろいろ19歳ってどんなやったかなと思って。そう19歳の終わり。モテたでしょやっぱり。いやそんなことはないんですけど19歳から20歳になるぐらいの時にちょうどあの今宮エイビスの副娘になったのでそのあたり私人生のピークですから。ピーク副娘。ピークのまんまずーっとですよね。今はやっぱりずっとね来てますよね。ただな。 娘が聞いてるこれ。<laughs> そうなんですよこれね。マジすか娘が。うん。これはあかんな。はい、いや,いやあかんことないですよ。別にあかんことは何もしてないんです。娘,です娘とはね何でも喋ってるんです。ですね、娘さん。あおいくつ？中一。なるほど。かわいいね。<laughs> まあでもまだこう。

いろんな願いをして、確かに本当にね、間違いない、そうです。三十歳に向かって一番いい人を探していく旅ですから。ずっと言ってるんです。あ、でもそれ思います。そうですよね。うち嫁さんも三十で結婚したんですよ。うわあ、失敗やったなこれ。それは嫁に聞いてください。ほんまにもしかしてそうかもしれない。そんなことない。俺奥さんもね用意してますからね。でもそれまでが調子所かったんですよ。三十までが僕も。 そこからダーンと落ちてるから。こっからもっぺえやん。うわ。なるほど、ほんまやでもギョーンでまた一瞬待って戻ってこい。そのね後ろ向きな考え方はダメです。頼みますよ。ジェットコースター、回転のジェットコースターみたいな。ね。でそこ一応とこぐるぐる回ってるから。はい、では続いては匿名さ女の子ですね。です。私は現在自動車学校に通っています。 技能教習は車に乗ってからじゃないと指導員が誰かがわからないのですが、うん、4回目くらいののの教習の時の指導員が F さんでした、はい、私はその時 F さんの教習を初めて受けたのですがとても優しくて髪型がわかめちゃんみたいな髪型で。<laughs> 男性ですよね、うん、F さんの声を聞くと力が抜けそうになるぐらい優しい喋り方で<ー>面白い人でしたその日の教習はとても楽しく毎日 F さんがいいなと思いましたそれがきっかけで少しずつ教習以外の時でも話をするようになりました<お>ほとんど毎日社交社交という言い方懐かしいな社交に通っているんですが、うん、F さんのこと私好きなんかなと思うようになってきました 先日「100分教習」があったのですがその時運よく F さんが指導員でした、うん、とっても嬉しかったです久しぶりの F さんの教習だったので少し緊張していたら「どうしたん何でそんなに無言なんそんなに緊張しやんといてよこっちまで緊張するわ」と F さんに言われ私はもうドキドキでした、うん、F さんに「進路変更次は自分でやるんやに無理やったら助けたる」うん と言われ私の中で助けたるの言葉が嬉しくて嬉しくてたまらなかったですハンドル補助もしてくれて補助をするときに F さんの腕が私の腕に当たっていていいもう運転どころではありませんでした100分教習のおかげで私の気持ちがはっきりしました、うん、F さんのことが好きですそれからは F さんに会うために車高へ行っていると同じになってきました毎日教習が終わって F さんが近くを歩いていると振り向いて話しかけてくれます 四月の初めに研修があったのですが、うん、その前の日教習が終わって話しかけてくれて明日から研修やろ何泊と聞かれ一泊してきますって言ったら気をつけてねと言いながら手を振ってくれました最高に嬉しかったです完全に F さんに恋をしましたでも F さんは先生です私なんかの相手はしてくれないと思っています社交を卒業するまでに連絡先が知りたいです 断られるのが怖くてなかなか聞けません。どうしたらいいでしょうか。これまず年齢とかどのぐらいね。ねもうこの匿名さんやからこの人の年齢もわかんないしそ。そうですね。まあでも自動車教習所に通うってことが若いですよね。若いよね。十九二十歳それぐらいじゃないですか。うんで夫<で>さんもさん。<coughs> まあ恋愛対象になるぐらいの十個ぐらいまでかな、うんうん、でしょうね二十代とか三十ちょいぐらいまでまでやろううですか,、ね、わかめ頭やけどな、ね、若 <laughs> めちゃんみたいな頭で、うん、で若めちゃんみたいなってことはちょっとホトワラさんとかああいう感じのサラサラヘアあサラッとっとかそうか若めってなんかべちゃんってなってんのかなと思ってそれこそスチコ の髪の毛じゃないですか。ああいうのは若めちゃんそうでしょうね。でもめっちゃ優しいって言ってるやん。はい。あの一番、形の先生かもしれないですよね。その教習所の先生って。思いません。どういうことですか。密室でね。そう、助手席と。はい。その空間を言って。るそうなん、そうなんですよ。せやな。はい。ほね、あの、何ですか。塾の先生とかって、絶対に触れれないじゃないですか。こう黒板に書いて。 でこう目でイ図する時でも教習所の先生「あかん!」とか言ってパッて手ハンドルをねそうそうとか、うん、違うんでこうクラッチを触る時にこうパッて手を触るとか教習所の先生になったらよかったな <laughs> ほんまやこれでもほんまに思いませんまあそれは一番触れやすい先生ですよね何も怒られることないから、うん、ないんですよ、うんうん、いいですねでそこへ持ってきて「優しい」こういうことあんの優しくて声で力が抜けるって感じだよ <laughs> え,え声なんでしょうね。そんなんね、うん、声で力が抜けるんやで,で。女性ってほんまに、うん、あの。 この人の声めっちゃ好きっていうのあるんですよあります佐藤光一さんもそうやったでしょいい声でしたねいい声やったないい声であれ役者さんでなんであんなやっぱなんか日頃からこうね舞台とかもやればきつないてるんでしょうねそうかその声にやられるという僕もな声いいですねって言わるいい声ですいい声ですそれで得したことなんか一回もないでそれもみんな顔分かってるからですよそうかもうさっきそっちで行くから そうかなんで分からんかったんやろ声だけやってだからテレビ出んかったらめっちゃかっこいいですよもうちょっと近い将来ラジオでいくわラジオ一本でラジオやったらもう顔出さないわけやろそう絶対そうやとあのほんもうラジオ聞いてたらやっぱり古川さん知ってるからあれですけど古川さんの声ってもうめちゃめちゃセクシーなんですよセクシーやねほんまにほんまにいろんなイメージそんな僕接することないじゃないですか でも、声だけ聞いたら、声は接してますから、うん、普段、うん。やっぱいろんなこと考えますもんね。<laughs> 妄想か。妄想。これはもう、こっちサイドの勝手なことですけど、うん。ああ、古川さんやって。<laughs> タチタチ、トラの部屋めっちゃ受けてるぜ。やった、絶対次まで呼んでくれるわ。やめてもそんな。俺それ見ながらしゃべるね。君がそれチラチラ見ながら喋るからいや好なんだよだから逆に。あかんこと言うてる。あかんこと言ってへんが。ほか？バうちのアナウンサーをどういう目で見とんねって思われたいや人。絶対大丈夫です。だからそういうところのイメージはものすごいありますよね。俺ほんまに。 関西でいったら一に争うぐらいのセクシーな声嬉しいなありがとうございます。そうね言われるの嬉しいよね。で声はうタワチンだってその声な。はい、僕はあの三、ー、月に雨をこういった時にその声で、はい、いや打ってはったでなんかすよ <laughs> ガスガスの、うん、<laughs> いやガスガスの声誰が興味あるんですかこれ。 いやなんで特徴あるからいいやんでも個性ですよでもラジオ出てたらよく言われます声でわかるすぐわかるでしょ特徴あるからタクシーの運転手さんとかよくラジオ聞いてるからよく言われますね声で中川さんわかりますねとかマスクしててもやっぱり喋ったらわかりますよねまあ良し悪しですけどねごまかせないですもんねそうそうそうそれはいいことですよこの商売してる以上はまあそうかそうか確かにそうかでも どうなのね。もう思い切って言っていいんじゃん。言ってみてもいいですし。アカンか。いやいいと思いますいいんじゃないですか。ね。はい。うん。でもアカンもんね。ただやっぱりなんかバックに何かありそうですけどね。男性の方家族があったりとか。あまあまあ。F さん？そう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  F さん。でもな、それはな、それやったらもう引いたらええやんか。引けます？ここまで好きになってます。引けます？いや。 うだってそっから先はやっぱりドロドロ覚悟しゃなあかんねい<や>そんこいそこまで言いだしでもそこまではって思ってるかもしれへんやこの子もでも手振って、うん、わ私完全に恋してるわって思ってるねでしょ、うん、で家族があるからああもうやめようって思えないとか、ね、そこは「フォーリンラブ o やんもうまた「ン a l l in ンでいいそ <laughs> もう,かもう <laughs> やってもてるやん <laughs> いや恋に落ちてしもてるからそっから先は「 その F さんの向き合い次第やんかまあそうですけど何も言わへんかったら始まらへんやろまあ確かにねもうずっとただもう限られてますからね2ヶ月や2ヶ月その通り自動車学校やからそうやん。そうや後で公開するよりはまあまあ連絡先教えてくださいって直球で言うぐらいはねありかもしれないですねありですねではありということではい ただこの手の商売の方は誰にでも優しい可能性もありますそこはさすがそこはうそうですねこんだけ人気あるしそれこそ距離の近い仕事やからそこはそうかな慣れてはるんかもしれんし上手にしてると思います先生もあこいつ俺のこと好きなんちゃうってちょっと分かってるかもしれないもうねそんなねよこしまなことはないと思いますいいや絶に。 わかりますだってこの女の子はあの本当に淡い恋心から本当に好きになったんやキュンと来てるのにそんな子捕まえていやいやそんなの F さんはこいつオルとド大きいやでそんなこと言ってる厳滅やんか。いや厳滅かもしれないですけどでもリアルにそうやと思いますよ。やっぱ彼女は二ヶ月という期間やけど先生はもう何年もおりますから。わかった。じゃまあほなまあそうやとしてもねそういう仕事やとしても本当にこの子のことは可愛いなと。 持ってるかもしれへんでも仕事上自分から言うのはやっぱりこれはご法度やとその自動車はこのナイキの中でもあるかもしれへんやん、うん、そ生徒さんに自分からそんなこと言ったらあかんとかね。卒業するときに「もう私は明日から来ませんけれども、えー、またよかったらお話ししてくれませんか」言って告白するのはありでしょうまあそれは自由ですよそれは自由ですよっていうのはもう F さんはもう想定内でしょうねそんなこと言うだってだから <laughs> なぜ幻滅するようなこと言うの。<laughs> 僕がそうやったら、そうしますもん。君はだから、十四中学校の先生に並んでよかったわ。逆にね。<laughs> こんなことえいことなるんですけど、前に。<laughs> しめしめえと思ってるわけやから。か淡い希望ですもんね。まあ、だから、そういうね、思いがあるんやったら、こう、ぶつけたらいいですよ。はい、うん。それこそ、また卒業するときにしとけばね。あ、そうです。卒業前にだと思ったや,ややこしいつ、ね。うね、ん えらでもあれですね若い子たちの恋愛相談にねきますねいいですねそういうのもねそんなもね若い子のねあれスガしい気持ちになるわかる昔を考えてしまいますよねそうなんです僕らもそうやったんちゃうかっていうねもうだって今体の中を巡ってる血液はもはやそんな血じゃないからはいもトロ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 になってんですよそれがねもう新玉ねぎを食べたかのようにサラサラになってるね ういいな戻りたいな人たちの話を聞くといい、うん、ね、うん、自動車学校何のいい思いでもないですからね怖かったもんね大体ベテランの、ね、ベテランで、はい、ちょっと何か厳しく言うしねまあそれぐらいでいいねんけどね免許を取るんやから、はい、じその自動車学校の時だけ唯一本当に お尻触られました。<え>教,員教習所の先生に <laughs> <て>なんか,か発射する前なんかぐるぐる回って点検しないといけないな乗り込む前に<う>それやってる時にぺろっと行かれてえっって思いましたけどそれはもう30年前の話ですけどねや今やったらそうコンプライアンスはいろいろあるから<ー>もう,もう首飛ぶよになやっぱり。 じって一応じやってみましたけどぐらいで,いでどんな人やったんその人はお前にもうおじいちゃんですおじいちゃんハゲちゃびんのでもおじいちゃんやから許そうって思ったでしょ,ょと,とりあえず今からこれ乗り込まなあかんからここで揉めてもなと思ってう確かにね,ってねでそういう人に限ってこう踏んどりかってねそう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 ,そう <laughs> 何もせえへんねんなそういう人に限ってそういう人に限ってね 今こんないい感じですね。自動車が良かったんじゃないですか。行こう行こう。行きましょう。行きましょうよ。ね。え今日はえまああのターチンはもうちょっとこうなんか大人の大人の聞きたかったですよね。でもこういうのも最近は聞けてましてで若い子にやっぱり共通するのは若い時に遊ばんとあかんっていうこと。これだけはお前言うとこ。先生。遊んで遊んで遊びまくる。その人生傷つけへんように遊ぶ。 っていうことを僕は今回言いたい。わかりました。以上ターチンの恋愛講座でした。ありがとうございました。ピカイチ価値観調査これどうやねん。よいしょ。何練習したや。練習した今ちゃんとよいしょ声出てへんか。いやで言ったよよいしょって。価値観これどうやねん。よいしょそれを言ったよ。 合わんなまあね半年に一度ですからね合わんわ聞いてへんからいつもいや聞いてるよ17歳のなーちゃんさんのどやねんです コンビニで売っているアメリカンドッグの下の棒についているカリカリした部分を食べますか <laughs> 私はそのカリカリの部分が好きで買ったりしていますが友達は食べずに捨てます皆さんは食べますか食べませんか、はい、いいですかアメリカンドッグの下のカリカリしたところを A 歯でこそいで食べる B 食べない さあどっち。せーの、絶対。ええ。食べない。なんでですか。なんで。あのカリカリ。僕ね、昨日もね、その話ちょ長なったんですよ。とも、これほんま、たまたまなんですけど。アメリカン特じゃないですけど、串カツあるじゃないですか。串カツも根元ちょっとだけ残るんですから。ね、カリっと。あれを。カリカリ食うて、で串。残りの、なんですか、食べ終わった串を。食べると。あれちょっと残ってたら。 つま入らへん時もあるんすよ。いっぱいなってきたらな。それ食べろよってめっちゃ怒られるんですけど、それはもう食べんでえやんけって。まあだけど、まあ。そういうのでしょう。うん、わかるよ。だ俺あんなキワのやつ食べないです。メインはあのあそこじゃないですか。いやあのな。ソーセージです。串カツの場合は確かに別にいいよ食べなくても。でもアメリカンドッグのあの。 パンのあのちょっとかたいカリカリのやつがうまいやんいやだからいわゆる串カツで言うたらそのパン粉と一緒じゃん違うね串カツのパン粉の硬いやつはもう別にええねん自分が言うようにメインはもう食べてるからもうええねんでもアメリカンドッグのあのパンのカリカリはそれもメインの楽しみの一つなんやいやそれは違うわそれ言うたらメインはウインナーやからあそこウインナーちょっとでも残ったらカリカリ食いますけどウインナーは パンの周りのパンの部分と一緒に食べるからその調和がちょうどいいの、うん、甘いパンと中のウインナー,、ね、ンナーが、はい、いやいやいやそれ,それ食べたら、はい、その下のカリカリはお楽しみやねんそうそうあんなもんお楽しみしたらあかんわだからメインどころはまあ食べんねんけどもまた違う味わいがそれは串カツなの,あの キワのやつとはまたじゃ、あれは味一緒やん衣の味ね衣の味はいやいやいや一緒やんかアメリカのこの上も周りはパンなんですよでもあそこだけなんかカリカリなんですよだから串カツもそうですよ串カツもあの下はカリカリですよ上のサクサクっん上のサクサクのところと下のカリカリのところと串カツは同じパン粉のカリッとなってる部分には変わりないんや味も一緒ね あげてるだけ、でも、アメリカンドッグ、アメリカンドッグはあのソーセージとパンの甘いパンのハーモニーを楽しんだ後の。カリカリはおやつ感覚のデザート感覚。こうね、油がより一瞬出て。ねいや、違うわ、貧乏症やわ、それは。貧乏ほっといて、結構だよ。おい、どうする、前歯だけでカリカリ。そう、そう、そう、パでカリカリ。結構、これが美味しいんや。 えー、甘みがまたギュッと凝縮されてて脂が入ってるからドーナツみたいで美味しい,ういう横,横でカリカリソーまあ横でやる時もあるよはあ<ー>、うん、んか嫌やわしがむしがんでもう <laughs> そうそうあっそう,あそうって取れた瞬間がすごく嬉しいあそこはもう全然いらないです 彼女もうほんまんたとやってなれいやそれも私のセリフやわそこはパきッとわかりましたねいやこれ完全にみんなビールや思てましたみんな食べると思ってましたいやこんなんさっさとやってもっといっぱいやりたかったら見てもう5分やあと残りあんな愛しましょうやろどっちでいきましょうかひなかたしのダブルとシングル3のドヤミンです 主人と東京に行きました、うん、ホテルは主人が予約をしてくれましたが私の方が早く着いたので私がチェックインをしました、うん、その時に聞かれました高層階のお部屋で眺めがとてもよくダブルベッドのお部屋、うん、と。 階は低いけれどもツインの部屋があります、うん、値段は同じです、うん、どちらにされますか、うん、<と S 2> 聞かれた、はい、主人は会議中で連絡できませんでした、はい、私は眺めがいいダブルベッドの部屋を選びましたはい、はい、知人に聞くとみんな意見が分かれました<ー>ある50代の夫婦はシングルでも別々の部屋がいい <laughs> <laughs> おさ人さんはどちらを選びますか ダブルベッドで寝ましたが夜は何事もなく主人のいびきが気になってなかなか寝られませんでした、うん、なので夫婦で泊まるときに部屋は A ダブルか B、うん、えシンツインツイン,やツインほんでシングル, C, シングル C はシングル2つやえその場合のだから A は眺望のい、e、いはいもうだから眺望をちょっとなしにしてくださいなしで2人で泊まる時にダブルかツインか、うん シングル二つか。なるほど。多分ぬかでましょうか。はい。野生の B あみんな B やこれ。ただね、長房言われた日な。長房言われたらそこは A になるな。なるダブルベッドを取りますね。うん。ツインはなんであのダブルって大きいやつでしょ？大きいでしょうね。一つのベッドに二人寝る。ツインは 二つ並んでね、そんな、そんな質問するやつ珍しい。今日そうか、そうか、俺、A 俺、えですわ。あ、だいさんと一緒に寝るタイプ。ダブル。ダブル、家でもダブルな。そうです。僕一つのベッドに寝てる。ああ、奥さんかわいそう。だから蹴飛ばされます。めっちゃ。いびきかいたら。やろう。はい。僕この間東京で、久しぶりに同じ部屋で。はい。嫁さんと、それもツインやったけど。 もうほ、うんまに怒られたいびきかいびきでしょう。うん。いや俺これ A ですわ<ー>高いところは嫌なんですけどえ長暴高いところ嫌なんですよ長暴楽しまへんの全然僕あの会社でなんか泊まるってなって、うん、上の方行ってもう絶対カーテン開けないですよ怖いか、えー、<laughs> もう絶対カーテン開けないです夜景とか綺麗やん。何の魅力がも,もう怖いですただただ怖いです あそう,そう高いのが怖いんです宝くじに当たりました、はい、それで超高層マンションの高いところとかって買おうと思ういらないでですす全然いいらないですは<ー>その話も今日嫁さんとイオン行きながら喋っとって <laughs>、うん、いやもう第一、ま、のイオンの周りに高層のマンションあるんですよああいうとこ住みたいな時に俺は絶対嫌やと高いところは絶対嫌それやったら普通の一軒家がいいとあ,あそうな、はい。 高そ嫌なの、嫌です。でもわかります。私もだからアベノハルカスの展望台行くの、高いとこ全然平気ないんですけど、うん、寝るのは低いとこがいい。そんなもんない。なんか寝るとき今<ー>今こんな高いとこにいると思ったらなんか怖いでしょう。<ー>落ち着かへん。もういや。<ー>でも嫁さんとは一緒に寝たい。ああ、私でも結婚してから一度もダブルベッドに寝たことない。<え>な,ない。ない いや、なんか、嫌です、横に、なんか人寝てんの、人ね、うん。いや、違う、動いたら、うん、気になる,なになるですか、うんうん。で、嫁さん、嫌やと思うで、ほんまに。<laughs> えー、マジっすかね、うんだ。だいぶ辛抱してると思うよ。あ、それで、嫌って言ったんのにな。<laughs> 俺、何回か一緒に出ますよ。うん。そうやろ。<laughs> ダブルでやろダブルで。あ、そうか。蹴飛ばすのは、だか嫌なんやって。<laughs> 足つつったことありますもけどバサリすぎて。<laughs> 足つった。こぶら返りになったことないでしょ。っ <laughs> <い>て言って。あっつっなんでやろうと思って横でポ,ポンポンポン蹴っててふくらはぎを。の、うん、もうこんなんか変になってるだろだからもうだからもう別のベッドで寝たらええやん。んな今日それ間なんだやろ来て。<laughs> いやいやいや。もう多分寝ないですよ。夫婦ですよ。やっぱ夫婦 は一緒に寝るもんですって。俺嫁さんに言ったるわ、ほんだら。もうやめとけてるんだ、ダブル、辛抱すんのもええやろって。別々にね。別々がいいみたいな。いや、もうなんかもう、こういう夫婦は嫌やわ。どういう。こういう。こういうって、うちなんじゃ。夫婦になって、別々に寝ようっていうね。もう横で、なんか人の影がしたら、嫌やっていう古川さんの意見。なんで、それが当たり前やろ。響きかえて、怒られることは嫌、そんなんじゃないんです。 そんなこともありながらも一緒にいるべきだそうですでもさもう辛抱以外の何者でもないもんでもそれは愛がないあったら愛がはったくは愛ないで「は違ってですって声出へんかった声出んかった」 過呼吸なったで最後あんま言われすぎてどういうことやねん思わず出えへんから声れて1時間半喋ったで残り30秒ですいや1時間いや前回も喋ってますって前回もしゃ喋ってなっいったわ俺帰って聞いたもんほらもう編集しとけやんかんか変なように僕の分からへんところで本当に半年に1回と言わずぜひ数多く来る運動を 一人で起こしてください。<laughs> 誰でも興味ないでしょ <laughs>、えー、それではまた、はいえー、機会があればよろしくお願いいたします。どうもありがとう,がとうごまっちまた来週帰ってきます。おやすみなさい。あ、えー、今日もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。これあのネット用の収録っていうのはして前もあったこれましたよ。あるじゃあるでしょ。やってました。はい、なんかやるんですよね。終わってから。 じゃあまうだうだしゃべりをちょっと、映像付きですから、これは。えだからもう今、カメラやん。あっ、ほんまやん。俺、ずっと、これね、ずっと時間見てるほうだったんだよ。その先のときには、あのちっちゃいのは、もうあれ、録画機能なんですよ、カメラですよ。あれ、どこで見れるんですか、パソコンですか、パソコン、ネットで見られるんですよね。今、オカピがピッと押してん、ピッと。あれでも回ってんのね。なるほど、世界で見れるってことですよ。 あ、世界ですよ。どんな田舎もや。なんち言い方あのメカ弱い。メカ弱い。メカね。メカね。世界中の人が見てます。これを、今この瞬間をあなたがアメリカンドッグのあのカリカリが嫌いなんて、幻滅でした。いやいや。いやいや、食わへんも、ほんまに食わへんで。だから、僕いつも思うんですけど、ほんなそれやったら、いがコンビニのゴミ箱あさって。 どんだけ残ってるみんな食べてるかどうかね調べたいです市場調査ねそうそうそう何回くらかもうインタビューでもいいから聞きたい俺食べてへん人の方が多いと思いますよマジで絶対にいやあれはまた違う味なんだよね何度も言いますけどあれね食べにくいんですよ食べにくいです相当こびりついてますから横でカリカリカリなんか変な香りになるから女性は絶対食べないですよだからそのあんまり人前ですうよりもちょっとこっそりこう いやいや、絶対にそんなに手を置いてねこんなカリカリ食べますいやちょっと聞いてください聞いてくださいこんな食います立っこれこうなった時にこってなってますそれダメダメですそれ危ないで先とがってるからねなるんですってこれこっちから食うこと絶対なるんですそんならもう絶対食べないです横にこうグギギギンだからここをこう持ってこう食うわけないです歯でやったら歯弱い 面白いけどほら面白いからなってるやんかそういう顔女子は見られたくないんですよやるよねでもい女子は女子同士で食べる時はやりますよ30代前半まではそうかなあれはおいしいしね俺ちょっと調べてほしいわあれは食べてほしかったあれも食べてほしかったしパン食べ残すのやめてくれへんかなこれこれこれ干からびてるやんもうちょうどグーのないとこあっ これ食べたい <laughs> それでも綺麗に食べたから大丈夫です綺麗 <laughs> に食べた <laughs> あ,ありがとうございました何分ぐらいやるんですかもうもう終わりますよまだやりますか <laughs> いつもこれこれ,これ僕いつも思うんですけど、はい、ラジオどんな式にくんですかあの後日聞きたいやつとか パソコンで聴けるっていうのはこの番組はまたの後日あのパソコンで配信される YouTube とかで聴いてます YouTube で聴けるんですねこれもそのパソコンで見ることができますからこれ知らない人も多いんですよあ、聞きたかったわって言う人多くてそういう時は YouTube で聴いてくれとそうですね目が弱いんでまた遊びに来てくださいありがとうございます